俳優の郷田真志さんは、あまりにイケメンなので父親や兄弟も芸能界にいるのか気になりますよね。若い頃は、大手の証券会社で働いていたことがあったそうですよ。2023年現在は秦野のふるさと大使に就任し、地元の良さを紹介しています。郷田真志のプロフィール、本名、郷田真志、生年月日、1970年、昭和45年、1月9日。身長、183センチメートル。出身地、神奈川県。最終学歴、早稲田大学教育学部卒業。所属事務所、スターダストプロモーション。目次、郷田真志の父親や兄弟などの家族情報は謎。郷田真志、若い頃は証券会社に就職していた。郷田真志は秦野のふるさと大使に就任していた。郷田真志の父親や兄弟などの家族情報は謎。郷田真志さんは、現代ドラマも時代劇も似合う端正な顔立ちをしていますよね。そのため、家族もイケメンに違いない、と気になっている人が多いようです。どことなく似ている人がいるような、いないような感じがしませんか？そのため、郷田真志さんの父親って誰だったっけ？兄弟も俳優だったような気がする、と思ってしまいます。実際には、江田さんの家族は皆さん一般人のようです。江田さんに兄弟がいるかどうかも、わかっていません。確かに、郷田さんに兄弟がいたらかっこよい確率が高そうですよね。見た目だけでなく頭も良いので、兄弟も同様に有名大学を卒業しているかもしれません。そうすると、俳優ではなくともアナウンサーになっていても不思議ではないでしょう。郷田という名字のアナウンサーを調べましたが、出身地や年齢など該当しそうな人は見当たりませんでした。郷田さんの父親に関しても、一流企業でバリバリ働いたかっこよいサラリーマンだったかもしれませんね。どのような人なのか、見てみたいものです。芸能人の中には、自身の SNS で自分の幼少期の家族写真を紹介する人も割と多いですね。郷田真志、若い頃は証券会社に就職していた。郷田真志さんは、とても聡明な人のようですね。早稲田大学教育学部を卒業しているのです。あのようなイケメンが大学キャンパス内を歩いていたら、かなり目立ってしまうでしょう。大学時代から芸能関係の仕事をしていたことは、あったようです。ファッション好き男子必読の月刊雑誌、メンズノンノ、でモデルをしていたそうですよ。ただしモデルで食べていくという考えはなく、郷田さんは就職活動をして一旦企業に就職する道を選択。しかし、芸能事務所が逸材を放っておくはずはありませんよね。結局、郷田さんは働きながら俳優としてオーディションを受けることになりました。昼間はスーツで働いて、デパートのトイレで私服に着替えてオーディション会場に行ったこともあったそうですよ。証券会社で働いていれば、ある程度安定した道が用意されていますよね。しかし、ちょうど入社した頃にバブルが弾けてしまったのです。証券マンの仕事は、もろに痛手を受けたことでしょう。株価は暴落し、顧客から雑誌を投げられたこともあったと言います。郷田さんは、仕事先で辛い目に遭っていたのですね。そして1995年に超力戦隊オーレンジャーノーブルー役に選ばれたことをきっかけに証券会社を退社。ハッピーバースデーまさし、お誕生日おめでとうございます。郷田まさし、53歳おめでとうございます。青いハートクラッカーからの俳優。超力戦隊オーレンジャー。オーブルー、三田裕二シャープ、郷田真志シャープ、超力戦隊オーレンジャーシャープ、いいねした人全員フォローする、pic.twitter.com/txrodi5c、キャロラインキャロ、ドットド、アット9分の 7LVL25、アットマークマヒロック、アンダーバーメタル、ジャヌアリー9、2023。
会社の上層部に退職を撤回できないかと言われたそうですから、仕事もよくできたのでしょう。オーレンジャーの仕事が終わった後は、なかなか仕事がもらえず苦労したと言います。生活するためにアルバイトをしていた時期もありました。好転したのは、33歳だった2003年に時代劇ドラマ、水戸黄門に出演が決まったこと、水戸黄門がテレビで始まったのは1954年放送の、江ノ県の水戸黄門漫遊記で、国民的ご長寿番組ですよね。合田さんは横内正、三夜伊吹五郎、伊吹五郎、三が務め上げた、角、さんの役を射止めました。これを機に、仕事の幅も大きく広がったそうですよ。合田正史は秦野のふるさと大使に就任していた。神奈川県秦野市で生まれ育った合田正史さん。幼い頃は虫が大好きで、1年あたり100匹以上の昆虫を捕まえていたそうです。都会派のイメージがあるので、なかなか意外な子供時代を秦野で過ごしたのですね。合田さんは2020年に秦野ふるさと大使に任命されました。合田さんの他にも吉田栄作、さんなど数名が大使に就任しているそうです。秦野は自然豊かな場所ですので、名水スポットが数多く存在しています。合田さんがその名水を訪れて PR したことが最初の任務でした。2023年には、桜の名所も訪れていますよ。ちなみに、小田原高等学校を卒業した合田さんは、小田原ふるさと大使にも就任したばかり。落ち着いた雰囲気で、しっかりと丁寧に情報を伝えてくれるのでまさに、適任、ですよね。心に訴えてくるものがあり、テレビでも合田さんが出るドキュメンタリーを見てみたくなりますよ。